どうも、刀真一郎です。長見る大です。今回お話しさせていただく作品は光戦隊マスクマンです。はあ、1987年から1988年の1年間の間に全51話が放送された特撮戦隊作品でございます。もう30年以上前のやつないね。はい、初めて聞いたこんな。まあ、大ちゃんは特撮作品だとゴジラとかガメラとかの怪獣作品好きじゃないですか。うん、そうですね。僕ももちろん特撮作品好きなんですが、特にこの戦隊ものってのに昔から目がなくてですね。俺10レンジャーぐらいしかわからんわ。今回特に思い入れのあるこの光戦隊マスクマンの話をさせてもらいたいなと思った次第でございます。作品のざっくりしたあらすじをお話しすると、地上の人類と違う進化を遂げたもう一つの人類が住む地底帝国中部。地底帝国中部は地上世界の侵略を開始する。かねてから中部の存在を察知していた姿三十郎は5人の若者を光戦隊マスクマンに鍛え上げ、地底帝国中部に立ち向かうのであったって話なんだけど、この作品面白いんですよ。なんかあれやろ、夏の歌歌いそうな敵やな。大ちゃん、戦隊ものって悪い怪人が出てきたり、それをバタバタ倒してまた来週みたいな、子供でも分かりやすいアンパンマンみたいなイメージありませんか？まあそういうの見とる年頃の時しか見てなかったもんで、ぶっちゃけとほぼ印象ないかもしれないですね。そんな感じやったかなって感じですね。まあそんなところが戦隊もののいいところでもあるんですけどね。うん、けど戦隊ものって奥が深いんですよ。はあ、ハマったら沼ですからね。そんなに深いの？このマスクマンも世界を守るために悪い奴らを倒すってところで言えばそうなんですが、この作品の見どころはそこだけじゃない。ほう、主人公レッドマスクことタケルと地底帝国中部の姫アイル姫の2人の敵味方の許さねぬ恋が根幹に進むストーリーが面白いんですよ。ほう、ロミオとジュリエット的なですね。え、恋愛すんの戦隊もので？そうなんですよ。この2人の間に割り込んでくる敵の男幹部がいたり少女漫画かよ。かなり恋愛要素高めで、女の人が見ても楽しめる作品になってるんですよ。見てると胸がキュンキュンするんです。実際この作品が公開される前の戦隊ものは子供向けとは言ってもマンネリ化が進んで新しいテイストが求められていたらしく、この恋愛要素がハマって女性視聴者を獲得したらしいんですよね。成功してるんですね。恋愛要素以外にもこのマスクマンには当時の戦隊もののイメージを大きく変えてる作品で、秘密戦隊ゴレンジャーから始まった戦隊シリーズ作品で、この作品は11作目に当たる作品なんですが、歴代の戦隊ヒーローたちには各作品にモチーフがあるんですよね。ほいほいほい、あの10レンジャーやったら恐竜みたいな話ね。はいはいはい、カーレンジャーだと車だったり、真剣じゃなら侍だったり。全然知らんだよそれ2つとも。マスクマンのモチーフは気候なんですよ。え、なんかふわっとしとるやん。モチーフのくせに。いや、マスクマンの作中ではオーラパワーって言うんですけど、はあ、手を触れずに人を吹っ飛ばしちゃうとか見たことないですか？え、合気道的な話ではなく。まあまあ、あの気候ですよ。ちなみにこの作品のモチーフが決まったのはプロデューサーが座禅を組んだまま飛び上がっている人を写真で見たらしいんですが、はあ、これ世代の人だったら元ネタが多分あれだろうなとかなりやばい想像しちゃいますよね。 あれなんぽいっすね。あ、らしいって感じか。らしいって感じですね。まあそこは考えすぎとして、このマスクマンより前の作品のモチーフって科学的だったり西洋的モチーフが多く採用されていたらしいんですが、この作品は一気に東洋の神秘モチーフにシフトチェンジした作品で、当時人気だった香港アクションをがっつり意識した作品になってるんですよね。へー、しんちゃん好きそうやな。すでに気候をモチーフにしてるだけあって、マスクマンたちの戦い方がかっこいいんですよ。5人がそれぞれ格闘技の達人って設定で、空手やテコンドーで戦うんですが、特にお話ししたいのはブルーマスクことアキラ。このアキラは中国拳法の達人って設定なんですが、5人の中でピカイチアクションがかっこいい。1人だけ動きの完成度が高いんですよ。まあ偉そうに言いたくないんですけど、和製カンフーアクションいろいろ見てきましたけど、こんなに完成度高い動きの和製カンフーアクション僕他で見たことないですもんね。そんなレベルなんや。それもそのはず、このアキラを演じた俳優さん広田一生さんって方なんですけど、この人マジの武術家で、北京の武術大会で日本人で初の優勝を果たしているくらいのマジな人なんですよ。おー、ジェットリー並みなんや。本当にこの一生さんは自身の武術の腕が良すぎて、ブルーマスクのスーツアクターを担当した北川さんって方に武術指導したって言うんですから、もう本人がやればいいじゃんと突っ込みたくなるぐらいすごいレベルですよね。本当にそうやな。まあ最終回では自分でやっちゃったらしいんですけどね、スーツアクター。あー、結局取っちゃうんや仕事。あと何がすごいって、この一生さん顔がめちゃくちゃ可愛いんです。本当や、なんか中川家のお兄ちゃんをかっこよくしたみたいな感じやね。そう、少し小柄で顔は爽やかって言葉はこの人のためにあるんじゃないかってくらいのイケメン、マジやばいんですよ。おいおい、一生さんこのマスクマンが俳優デビューなんですけど、この作品の影響で追っかけできたらしいんですからね。ジャニーズ並みやろもう。まあ納得しちゃうぐらいいい顔してますし。確かにね。まあ残念なことにこの作品以外には武術に専念したいという理由からあまり出ていなくて、作品としてこの方のアクションが見られるのはこの作品とジライヤって作品ぐらいなんですよね。
まあ、個人的に一生さんのアクション作品もっと見たかったって残念な気持ちが強いんですよ、うんうんうん、日本アクションがもっとすごい進化してたんじゃないかって思っちゃうぐらい素晴らしいですからね。おお、すげえな。劇レンジャーって戦隊もので武術指導してるみたいなので、武術指導だけでももっとやっていただきたい限りです、うんうんうん、さっきこの作品には女性人気が集まったって話しましたけど、この広田一生さんの人気もかなり大きかったでしょうけどねだいぶウエイトでかそうやな本当に恋愛描写とかで、まあ、最後にですね、この作品のもう一つの見どころがオープニングなんですよ。オープニングテーマが流れる前に必ずナレーションが入るんですけど、ここがたまらないんですよ。はあ、なんかナレーションがめっちゃええこと言うとこなの人の体には未知の力が秘められている、鍛えれば鍛えるほどそれは無限の力を発揮するでナレーションの後ろで上半身ムキムキの男がダブルバイセップスからのサイドチェスト決めてるんですけど、ここの絵的説得力といったらもう半端ないんですよ。はあ、はあ、はい。もう二頭筋のドアップからの大胸筋のアップがもうたまらんのです。あ、もうお前だけやろこれはもう大きさもカットももうパーフェクト、はい、僕ももっと鍛えてオーラパワーを身につけるぞってところでお疲れっす。嫌いな人とも ADHD 増えていく一方、苦手なもの非対自己嫌悪刻み込み